スズラ蘭は、新末民初の軍人、政治家。字は金派、今派、今派。幼い頃は父に従って、部を学び、その後国古官生となった。同治2年から武将で軍務に就く。高所元年からは、地方官となり、通貨県知県、近州知県などを歴任した。高所20年、法典前後三英東領権、王力公談殿などの職に就く。 日清戦争終結後は、直霊解剖、営務所総弁、教科地府、北洋、営務所兼発信所総弁などを歴任した。高所27年、法典省に戻り、東変道兼、中江税務所、監督、中軍各営投領、淳慶総弁、前衛翼町、安藤海府局総弁などを務めた。高所33年、法典営務所総弁に任命され、さらに、 法典宅司副都党に転じた。高所34年、Y 軍全軍翼長に就任した。先頭3年、海弁法典を務む東参将、変務大臣に任命された。中華民国が成立すると、民国元年3月に初代直令都督に任命された。同年11月、法典都督県法典民政庁を6月、法典将軍となるに移動した。 翌民国2年6月には、吉林と督も兼任している。民国4年8月、湖北将軍に転任したが、同省の実力者である大占い元の抵抗に遭い、結局、北京政府中央に止まった。この際に、遠征前の皇帝即位を支援し、12月に東博に封じられている。民国11年、病没、去年80、ありがとうございます。